スノーマン目黒蓮ついに、ベンドラ単独初出演7月期の TBS トリリオンゲーム。スノーマンの目黒蓮26が連続ドラマ初主演を務める。7月期の TBS トリリオンゲーム金曜50でドラマ化をきっかけにこの作品をもっとたくさんの人に共有して面白さを分かち合いたいです、と意気込んでいる。昨年、川口春奈28と共演したフジテレビドラマサイレントが放送のたび、関連ワードがツイッターの世界トレンド入りするなど社会現象に。今田美桜26と共演した主演映画私の幸せな結婚3月公開も7日までに26億2000万円の興行収入を記録している今最も旬な男。ベンドラではグループのメンバーらと主演したことはあったが、単独では初となる。同名漫画が原作で、性格が正反対である中学の同級生と共に起業。大企業からの妨害も跳ね返しながら型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラーを稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がっていく。